シェリーさん、はい、指原さん、今日は、はい、リモート参加ということでよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。これ見てる方は、かなり派手に見えると思うんですけども、スタジオではもうガランとした地味なところからお送りしてますよ。あ、そうなんだ。後藤さん、それ後ろ日テレで一番汚い布をもらったんですか？後ろかいな。何ですかその布。指原どこから？私は四谷三丁目太田プロダクションからお送りしております。住所言わなくていいですよ。チェリーは？はい、私は、自宅です。実は去年、千葉にお家を買ったんですよ。嘘やん。もうだから本当にもう離婚決まる前に買った。全然仲いい時に。なんかこの千葉のお家にずっといるんで、なんかちょっとガーデニングとかしてますよ。あ、思想、普段できへんからね、そういうことね。今夜は豪華芸能人も続々、豪華三本立ての3時間。あのダブルミリオン歌手のペット溺愛生活公開。どうぞ。さらにガクとアユ、超豪華芸能人たちの自宅映像。しかも今回特別に MC3 人もおうち時間を解禁。うちらの友情は対面とてリモートとて変わりません。一生友達だよ。乾杯。さらにさらに、話題の美女たちの真夜中の私服時間まで、お家で起きた笑えるあれこれ50連発。まずはペットを溺愛する男と女、犬 vs 猫、うちの子だけお悩みランキングということですけども、今回芸能界きっての動物通がカモンヌさんとして来てくれてるそうですね。カモンヌさん、カモンヌ。はいはい、私でございますね。芸能界柴田さんか。今ね、動物ペットちゃんと一緒に生活してて、新たに出てくる悩みなんかもいっぱいあると思うんですね、はい、でそういうのですね、僕動画そして情報を集めまして、今回ですね、どんなお悩みが多いのかランキング作りました。それはスタッフはやることですからね。はい、でもですね、なんせ